2020年引退選手でチーム組んだら今度こそ世界のてっぺん取れる説を検証。宿敵韓国を相手に快勝スタートを切ってみせたラミレスジャパン。次なる対戦相手は野球が決して盛んとは言えない国イタリア。ラミレスジャパン連勝で決勝ラウンドへと駒を進めることができるか。
延長13回に及ぶ死闘の末、一歩及ばず敗れたラミレスジャパン。しかしまだ決勝ラウンド進出の可能性は残されている。次回1次ラウンド VS キューバ、ご期待ください。